どうもこんにちは、肉食牛さんの船さんです。今日はですね、皆さんが、普段ね目にする言葉なんですけど、これいいんだろうけどもどういいのかわからないとか、これ本当にいいのかっていうね、そういったことをねお話ししたいと思います。というのも今日のお題は、これですね、一頭買い。よくね、精肉屋さんもそうですし、焼肉屋さんなんかでもね、一頭買いをしています、当店は一頭買いをしていますってよく目にしますよね。でこの一頭買いって、まあ牛一頭をね丸々買ってるから、まあ一頭買いなんですけど、じゃあ一頭買いのメリットって何なのかということなんですけれども、まあ販売者側からして一頭買いのメリットって何なのかというと、実は あまりないんですよ。販売者側が焼肉店、精肉店が一頭買いをするメリットってあまりないです。でこれを聞くとね、いやいやそんなことないでしょ、価格が安いんじゃないのかというお話を、まあされるんですけれども、実際ですね昔はそうでした。昔はでももうここ最近ですね、もう4年5年は、1頭を買ってもそんなに値段が変わらないです。例えばまあ私の、お店では例えばももっていうお肉の中に内平っていうのと外平っていうのとでランプっていうのと丸っていうのがあるんですよね。この4つ、これでもものセットなんですよ。もものセットでこういったももセットっていうのをセットで買うんですよね。あとは、肩ロースを、まあ、丸々1本買ったりとか、こうやって買っていくことをパーツ買いと言うんですよね。要は好きな商品を買っていくっていう買い方なんですけれども、じゃあ要は1頭のセットを卸業者がばらして売るってなると、結局引き合いといって、その人気があるものってやっぱりどうしても高くなるんですよね。でも人気のないものはやっぱり売れないんで、それなりの価格で販売してるんです、卸業者も。でこれは季節によって違って、例えば冬なんかですとすき焼きしゃぶしゃぶの需要が高まるので、例えばロースであったりとか、こういったももとかですね、こういうのをスライスにかけるということが多いんですけれども、これ夏とか暖かい季節になるとですね、もう焼肉シーズンなんで、バラがよく動きます。なのでこれが夏になると価格が上がってきます。ということは逆にこの辺のももとかロース、肩ロースとかロースとかですね、この辺の商品は価格が下がってきます。でこれを上手に使って、お店を飽きないしているお店がたくさんあるので、逆にですよ、実際売れるお肉がまあ、そのシーズンに売れるお肉は売れるんですよ。でもこっちは価格で、まあお得感があるのでこっちも動くんですよね。そしたら卸業者としては、最近こっちも売れるからじゃあこっちも別にそんなに安くしなくていいんじゃないのっていうことで、こっちもそんなに高くならない、こっちもそんなに安くならないっていう現象になってるんですよ。現象に、要は売れにくいっていうものが少なくなってきたんですよね、シーズンで。昔はね本当にシーズンで売れるものっていうのがもう全
全く違ったんですけど、最近はねそうでもないんですよ。なのでお肉屋さんが一頭丸々を買ったからといってスケールメリットというのは存在しません。というのも牛がねこう一頭いるじゃないですか、一頭いてね、こういうふうに牛が一頭いるじゃないですか。そしたらこれを一頭例えば500万で買ったとするじゃないですか。でもこっから半分に切ってですよ、半分に切ってでそっから骨も抜きます。で油、そして皮、頭もそうですね。この辺を全部廃棄するんですよ。するとこれ1頭500万円で買った牛、結局原価はボーンと上がりますよね。で結局 25% ぐらいこれで持ってかれちゃうんですよ。そうなんです。ということは結局原価は750万ぐらいになるんですよね。でじゃあ私たちがパーツ買いをしてるお肉っていうのはここに利益が乗ってくるんですけれども、要は結局このお肉の素牛と言われるもの自体が高くなってるので、もう卸業者も利益を取りにくくなってるんですよ。ではたまたこういうね、まあ骨を抜いたり油を取ったりどうのこうのってしてったらこんな価格では絶対に皮もう売れないよという話になってきて、だからこそこの素牛が下がってっていう話になって、ここの相場がねガタ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 安定しないということで、結局ですね一頭買いは確実にお得だという市場ではなくなっちゃってるんですよ。なので販売者側からすると実はあんまりメリットがないということです。じゃあ、購入者側、お客様側は一頭買いのメリットっていうのは何かというと、全部の部位が揃っているということがメリットです。要はどんな食材でも手に入りますよ。要はパーツ、ももと肩ロースしか取っていないお店ならももと肩ロース以外の分っていうのはなかったりするんですよね。でも全部位が揃っているから、だからこそまあ品揃えというかそういったところはバラエティに富んでいるということです。でもこれにはデメリットもあってですね、例えば牛1頭の中でも例えばここのももの部分はよく出るよ、でもここのバラは全然出ないよってなっても1頭で買っている分量は限られるんですよ。ももはこれだけしかありません、バラはこんなにあります、でロースはこんだけです、ロース。ということはももがなくなりましたよと、売り切れましたよ、でもバラは残ってますよ、ロースも残ってますよってなったら次の一頭をまだ買えないんですよ、これが売れないから。ということはここの時点でももが最初に売れてしまえばずっとももは品切れなんですよ、ももは品切れになるんです。ということは人気の商品はすぐになくなっちゃって、人気のないまあ売れにくい商品っていうのが売れ残って、これを売るのが大変になってくると、ということはお客様も欲しいやつがその時に絶対に買えるかといえばそうでもない、早い者勝ちみたいな現象にもなるということなんですよ。だから付加価値をつけるなら全部位があると、でも全部位がありますけど商品の品ぞろえ量に限りはございますという話になるので、
結局早い者勝ちで人気の商品がなくなっていくっていうことなんですよね。なのでじゃあ一頭買いは美味しいのかとか一頭買いは鮮度がいいのかとかこういったことはね全く関係ありません。全く関係ないです。例えば、今なんかで言うとパーツ、でもそうですけど、牛をね解体して、結局3日後にはもう流通に流れていたりとかするのでもうこれはね、保存方法とかの発達でね、運送の発達とかでかなり、スピード感もありますし、なので実は一頭買いってお客様にとってもですよ、事業者側にとってもそんなにメリットがないのが実情です。でもまあ一頭買いって良さそうっていうブランド力はありますよね。ブランド力はあるんですけど、例えば黒毛和牛っていうブランド力って確実に肉質が最高にいいっていう事実があるんですけど、一頭買いに関しては実はそんなに事実というのは存在しません。なのでまあもう本当にね、ちょっと好きな加工にできるぐらいの、まあ本当にそのぐらいのメリットしかないので、実はねあんまり一頭買い一頭買いって歌っている、それを歌い文句にしているところっていうのは品質とか味とか、価格とかそういうところに、まあ大した特徴はないんですよということをね、お話しさせていただきました。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。